OK、 それでは始めましょう。はい、9時になりました。皆さんどうもこんばんは。こんばんは。僕のイタリア料理武者修行の日になります。日になりました。今日は祖師ヶ谷大蔵のフィオッキの、堀川シェフでございます。堀川シェフ、フィオッキっていうのはですね、予約の取れないリストランテという、最初はそうじゃなかったのに、いつの間にかそうなって、なんかすごいクオリティのお店になったなって、まあ、私の料理研修の研修生でございましたので、20代から知っているんですね。で、それが今ものすごい活躍をしてらっしゃるということで、今日はその流れみたいなものを、聞かせていただこうと思っております。堀川シェフ。はい、こんばんは。フィオッキの堀川です。今日はよろしくお願いします。はい、それでは早速始めたいと思います。はい、もうよろしいですか？ちょっと待ってくださいね。画面見えますか？はい、見えます。はい、大丈夫です。はい、じゃこの画面が、はい、じゃこれでお願いいたします。はい、ではよろしくお願いいたします。ちょっとスタートいきなり永本さんにハードルを上げていただきましたが、まあ、のらりくらり地元でやっているんですが、ちょっと簡単に最初は自己紹介をさせていただきます。今、年齢48歳になりまして、で、まず25歳でイタリアに行きまして、2年間イタリアで修行しまして、帰ってきて28歳でお店を始めたというところです。今、お店を始めて20年です。でですね、最初に料理人になった、わけからですね、お話しさせていただこうかと思います。よろしくお願いします。私はですね、祖師ヶ谷で生まれて、まあ、世田谷区の祖師ヶ谷大蔵ですね、で生まれて育ちまして、ずっとここしか知らないんですけれども、幼稚園に通っている時に、祖師ヶ谷の駅に前にですね、パン屋さんが2軒あって、でそこでこねられてるパン生地とか焼かれてる香りとかを毎日こう見ているとですね、もうパン屋さんになりたくなってしまって、で幼年期はパン屋さんになりたいという、いう子供でした。小学校の文集などにも低学年の頃はパン屋さんになりたいなんて書いてたんですけど、で祖母が料理の先生をやっていたので、まあ、洋食なんかも作っていたので、だんだんとこう料理の方に自分もシフトしていって、社会人になったら料理になっていたという感じなんですけれども、で最初は都内の、カジュアルな席数も大きい、お店でイタリア料理店で、修業を始めまして、で3年ぐらい経った時に、やはりちょっともう少しこうリストランテのまたいろいろとこう料理経験できるところでやってみたいと強く思うようになってきまして、その時にもうだんだんだなと、どうせならイタリアに本場へ行って見てみたいという気持ちが強くなってですね、で HT 食文化企画のイタリア研修の説明会にお邪魔させていただきました。で、まあ、その時にですね、やはりいろんな有名シェフの話を聞いたりして、それから永本さんの、イタリアの現地の話もこれも絶対行ってみたいと思ってですね、研修に参加させていただきました。あ、じゃあ次行ってください。はい、研修 のですね、説明会の時の履歴書がまずこの白黒のものですね。で、じゃ実際ですね、飛行機に乗ってイタリアに着いてなんですが、僕は海外に行ったことがなくて、飛行機も乗ったことがなかったので、もう空港に降りてからが全てがカルチャーショックだったんですけれども、まあその分ですね、吸収できたものも多いのかなと今思えば思ってるんですけれども、でこの写真なんですけれども、最初に、永本さんのその研修は最初の3週間が座学で、北イタリアのドモドストラという町にある調理学校で勉強みっちりしました。その子らしいですね。アバンティ。
調理実習などもあってですね、いろいろと本当に現イタリアの、まあ、特にここピエモンテだったので北イタリアの料理を実習で勉強させていただきました。とても刺激的でしたね。これもアバンティで残りの3週間はですね、イタリア全土を見て回る予定なんですけれども、まあ、長本さんもですね情熱旅程というかですね、すごいプランが組み込まれておりましてですね、まあ、あのオリーブの圧搾からワインの醸造、チーズを作るところから、塩田ですとかいろんなありとあらゆる重要なものを見させていただきました。でちょっとその中で、まあ、どれもすごく僕にとって重要な経験だったんですけれども、見学だったんですけれども、そのうちの一つをちょっとピックアップさせていただきますと、豚の屠殺解体を見た一日がありました。でこれはローマの山奥でなんですけれども、豚一頭が連れてこられてですね、悲鳴を上げながら、まあ、ちょっと原始的な屠殺なんですけれども、で、その場で吊るして解体して、その肉を、現地の料理で食べるという一日でした。で、やはりそれまでは、お肉屋さんに売っている生の肉、それを調理し、まあ、レストランでも業者さんが持ってくるさばかれた肉を見ていて、まあ、もちろん、豚肉という生きていたものが殺されてとか命が終わって、ここに来ているということは分かってはいたんですけれども、まあ、ごく当たり前のことなんですが、百聞は一見にしかずと言いますか、それを見て実際に見て、ですね、非常にこういろんな感情が湧いてきて、なおかついろんなこう昔の食文化もそこで、感じたんですね。それが非常にその後の研修でいい経験となったんですけれども、やはり昔はですね、江戸前寿司と一緒で冷蔵庫がなかった時代ですね。その時に農家さんは食料源として、まあ、豚を一頭潰した時に内臓などはすぐ食べて、まあ、生ハムやサラミなんかがそうなんですけれども、塩をして、空気中のバクテリアとともに、発酵させて、長いことですね食料として、保存していたというところで、まあ、単にこうサラミ生ハムといってもやっぱりもともとは命だったということで、もちろんその食材を大切にすることもそうですし、そこにはそういった歴史的背景があるということを、料理をするたびに思い出すというかですね、貴重な経験でありました。アバンティ。で、その3週間の旅程を終えて、みんなが1回ドモロソラに戻ってですね、最後のご挨拶もいろいろしてですね、食事会などもして、で各、研修先にこう散らばっていくわけですね、イタリアに。で私はですね、もともと研修に参加した理由としてイタリアの山の料理を見たくて、肉料理を見たくて参加したんですね。であとは25歳での参加だったので、やはり経験はまだ浅かったということで、自分自身もリストランテでやりたかったんですけども、長本さんが、まあ、あなたはリストランテに行きなさいということで、そういったことをいろいろ加味していただいて、ベネト州の山奥のリストランテドラダというですねお店に行ったんですが、まあ、ここがですね本当に山奥で、到着してみると夜着いたんです。その時よく分からないんですけども、朝着くと本当にこの写真のような風景で、これ右側の奥に湖がある写真なんか特にそうなんですけれども、レストランの扉を開けるともう草原と湖、あとは羊たちしかいないようなところでした。バンティ、これがそのレストランのリストランテのオーナーシェフ、エントさんと、それから、レストランの外観ですね。当時ミシュランで2つ星でした。で、ここでですね、では次のアバンティ、ここは非常に上質な、やはり空間であったんですね、リストランテで。で、ここで驚いたのはまず3つちょっとお話しさせていただきたいんですけども、一つが、このリストランテを求めて週末特になんですけれども、もう本当こんな山奥にですねお食事をしに来るんですね皆さん。ということはですね、完全に料理を求めて
何時間もかけて来ると。で、それに応える調理場というのは、やはり非常に緊張感が高くてですね、集中力もすごく高い。これがですね、素晴らしいことだなと思いました。なんかこう、何かの演目を見に来たお客様と、それを演じる、まあ、一つの劇場のような感覚がちょっとあったんですね。レストランテというのは素晴らしいなと思う、最初にこう痛烈に思ったですね、ここのレストランは。待って。で、二つ目はですね、ここでやっていたスープ料理なんですけれども、これはちょっとそれを私が普段作っている写真の料理の写真なんですけれども、まあ、豆のスープです。で、まあ、イタリアについて最初の修行先だったので、まあ、何もかも新鮮ではあったんですけれども、まあ、山の中のレストランで調理場で大きな鍋で野菜を炒めてじゃがいもトマト豆であとお水だけしか材料が入らないんですね。お肉など入らないでスープなども全く入らない野菜と水豆だけで炊いてですね、で大きな鍋で、大きなヘラでですねこう炊いていくわけですが、もう本当にハイジの世界のような山の中のヨーロッパの山の中に来たなという感じで、それをですね、滑らかに上ごすと、まあ綺麗な艶やかなものになりまして、ミシュラン二つ星の一皿にもなっていましたし、またこれが非常にヘルシーで、また食べ応えもあって、日本にこんなスープはなかったなと思いまして、で、これは日本で必ず伝えたいなと強く思った料理でもありました。で、このレストランで働いているときにですね、この写真は、まあ、スタッフたちとちょっとくつろぐまかないの時間などを過ごしたところなんですが、実はこれは、ルサンテドラーダ、レストランテの料理を作っていたんですけれども、調理場にもう一つ扉がありまして、そこの扉を開けるとこちらなんですね、まあ、食堂、食べるような食堂のような空間です。で、なぜあったかというと、ここのオーナーシェフがミシュランの星付きの、まあ、いろんなところから来るお金持ちのお客様相手だけではなくて、この田舎に住むですね、村の若者たちにですね、もう料理を紹介したいということで、夜にここを食べるのとして、お店を開いてたんですね。これがすごくいいことだなと思いまして、まあ、今私実際同じビルで2店舗経営させていただいてるんですが、その基盤ともなった思い出のところでございます。待って、次の研修先のお話しさせていただきます。次のやはり北イタリア、ピエモン、今度はベネトではなくてピエモンテ、フランスの方ですね、ピエモンテ州の山奥のレストランに入りました。ここもミシュランで二つ星になった店で、リストランテの良さを味わったお店なんですが、これはそこのレストランテフリッポーというですね、お店です。レストランテフリッポーの外観になります。で、ここのレストランでやはり非常にたくさん影響を受けまして、今のフィオッキの基盤となっているお店です。で、この外観はですね、歩いているとレストランか何かわからない、まあ、なんかそっけない外観なんですけれども、この扉を開くとですね、もう最初は応接室、アンティークな空間で、そこを通っていくとグランドピアノがあって、書斎みたいなところがあって、まあ、そこがキャッシャーになっていて、でその奥にやっと素敵な、客間があるんですけれども、その奥にはもう本当に素晴らしいお庭があってですね、というところです。アバンティ、これがそのリストランテフリッポ、まず左上がシェフのワルテル・エイナルですね。お庭とそれから客間がありますが、でこのワルテル・エイナルドさんにはですね、非常に料理とそれから、料理人としての生き方みたいなところも非常に教わったレストランです。マッティ、でですね、まずこのドーム型のレンガになっているところですが、これちょっとご覧になられるか、私がこう今話している後ろがちょっとレンガになっていて、アーチになっていますが、僕はここの客間の空間がすごく好きで、で、フィオッキを7年やった時に大改装したんですが、その際にデザイナーの方に、作ってくれと言っ
って、まあ、ちょっとドームは無理だったんですけれどもアーチ型に、作っていただきました。でもう一つ一枚の写真はこう大きなメインサーラーですが、ここの左隣が綺麗なお庭になってます。で僕もここでコース料理を食べさせてもらったりして、リストランテってなんて素敵なところなんだろうなっていう、まあ、いい経験をさせていただきました。でもう一つですねお話しさせていただきたいのが、その料理人としての生き方の、まあ、非常にこういろいろと教えていただいたうちの一つなんですけれども、ワーテルシェフなんですけれども、まあ、ここで私1年お仕事して、で最後の日なんですけれども、まあ、午後休憩を取って、で夜また仕事にこうレッサンに戻ってきた時に、このメインサロンの前通るんですけど、調理場行く時に、そしたらワルテルシェフが僕のことを呼んで、ちょっとこっち来いって言って、でテーブルにですね、スパークリングワイン、スプマンテがこう用意されていて、まあこれ一緒にちょっと飲もうって言われて、でまあ腰掛けてですね、二人きりで話をしたんですけど、ね、でその時にワルテルシェフが僕に、まあ僕は名前がリョウと言いますが、リョウはあの日本に帰ってどんな料理がやりたいんだと聞かれたんですね。私その時27歳になったばっかりだったので、いやちょっとまだわからないと答えたんですが、そしたらすぐにですねワーテルシェフは僕 の, あの胸の方を指さして、もうあるよと、お前のそのコックコート の, あの第2ボタンの下にもあるんだよと、言ったんですね。まあ自分の心の中にある料理をやればいいんだということを言ってくれたんですけれども、まあ、それがですね、あの非常に料理だけではなくてですね、まあ、今経営者という立場ですが、選択の連続だとは思うんですけれども、その時にまあ本当に正解かどうかと分からないことがいっぱいあるんですけれども、まあ、自分の心にあることを信じていればそれでいいかなというふうに思って前に進める、良いお言葉をいただいたという思い出があります。アバンティ。でもう一つちょっとここでのことをお話しさせていただきたいんですが、ミシュランの二つ星のリストランテではあるんですが、この料理、非常に田舎料理であって素朴無骨な料理なんですけれども、スーパーバルベッタという料理です。でちょっとこの料理から、バルド派というキリスト教の一派の話をさせていただきたいと思います。バルド派というのは、キリスト教の一派で中世の頃にですね200年にわたりローマ教会から異端とされていた一派です。で、まあ、迫害を受けたりとか、まあ、争いをしたりとかで、北ヨーロッパの山の中をずっと隠れ住んでいた歴史があります。でその一派の料理なんですが、このワルテンシェフはバルド派の末裔であって、ですね、自分の祖先のその辛い過去や歴史や、まあ、ちょっとキリスト教ではタブーになっている部分もかなりあるらしいんですが、それを料理にお皿に載せて料理として、またミシュランで星も取って広くですね人々に伝えるという姿勢があったんですね。でそれが非常に料理人としては意味のある生き方だなと思いまして、意味を持って料理を作るということが常にこう痛感しまして、私バルト派とは全く関係ないんですが、この料理を作る、まあ、バルト派の料理を教えてもらった料理を作ることで、料理の背景を大切にしているかな、いけるかなと思って、で、ピエモンテの料理、特にこの、リスタントフリッポの、地域の料理を主に表記では作っております。でこのスーパーバルベッタマンズヤというところなんですが、スーパーというのがバルト派の方言で豚のスープ、バルベッタというのがヒゲという意味なんですが、まあ、要はこのグリッシーニがヒゲに見えるからなんですね。ちょっとその話まだ続けさせていただきたいんですが、バンティ。この風景は、フリッポがあった、フリッポは山の中というか、麓というか、そういうところに位置していたんですが、そこからどん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 登っていくと、こういう風景の場所に当たります。まあ、その先はフランスなんですが。で、ここはバルド派が、まあ、異端とされ、隠れ住んでいた谷です。バルド派の谷とも言われているんですが、ここに行ってみたくてですね、当時、国産の中の友達に案内してもらって登山してですね、撮った写真の一枚です。
で、まあ、谷なので川も流れてるんですが、ここは川魚の料理などもすごく多かったところで、料理もすごく面白かったんですが、まあ、ちょっとバルド派のお話をもうちょっとさせていただきますと、アバンティ。これがですね、その隠れ住んでいた家なんですけれども、先ほどの山の谷の中に至るところにあるんですね。で、ちょっと先ほどのスーパーバルベッタの、ウルシーニのズッペッタの話なんですが、なぜヒゲかというとですね、この隠れ住んでいた、穴の中に隠れ住んでいた時も、キリスト教が、布教されていたらしいんですね。で、その時の宣教師さんが、ヒゲが非常にみんな長くて、宣教師さんのことをバルベッタと呼んでいたらしいんですね。で、あのグリッシーニというか細いパン、まあ、似た感じ、焦げた感じとかが、ヒゲに見えたということで、バルベッタとつけられた、お料理だったそうなんですね。で、まあ、非常にスパイスも効いていて、豚のスープで栄養もありまして、まあ、ずっと作り続けられてきた郷土料理だったのだと思います。アバンティ。他にはですね、ここの定番料理で子羊のわら包みローストなどもありました。で、これはすごくいい料理だなと思って、いまだにうちのスペシャリティという形でご用意させていただいてるんですけど、これはちょっと僕が今、うちで調理している写真ですけれども、まあ、フリッポーでは、5月に買った干し草が一番いいんだということで、5月に干し草が大量に来てですね、裏の納屋でですね、草が大量に干されているんです、保存されているんですけど、大抵イラ草ですとかヨモギ、そういったものだったんですけど、それで羊をくるんで焼いて、リストランテの一品になっていたんですね。それが非常に美味しくてですね、特に現地のネビオロ、バロールとかにすごくよくあったんですね。で、うちでは今はヨモギをドライにして、あとイラ草はちょっと手に入らないので、契約農家さんの稲わらなどでくるんで羊をローストしています。で、まあ、ここではそういったアバンティ、まあ、ちょっとこの仕上げの料理の写真もあります。この料理、ちょっといろいろソースをつけたりとか、付け合わせをいろいろとしてたんですけど、今はもう、そぎ落として、このようなシンプルな料理にしてるんですけど、まあ、よりお肉の風味など、明確に、分かっていただけるんじゃないかなというような、一皿にしております。で、ここではそのようなですね、いろいろな料理というものが、歴史というものを語るというかですね、それからシェフのいろいろなその料理に対する向き合い方というか、人生としてのその料理のあり方というものをいろいろ教わられたレストランでありました。なんて次のお店、ここはトスカーナの、これまた田舎のレストランなんですけど、リスランテ・ダ・カイーノ。ここは先ほどちょっと私が同じビルで2店舗経営しているとお話しさせていただきましたが、2階にあるお店の料理の基盤になっている、そういった経験ができたお店なんですが、ここも非常に山の中のレストランです。トスカーノといってもフィレンツェやシエナではなくて、もっと南に行った山の中です。で、ここもミシュランで2つ星の店ではあったんですが、まあ、これはその内装です。非常にエレガントなお店なんですが、バンティ。これがですね、その時のシェフです。バレリアさん。非常にですね、温かい方で。で、料理もまた現地の田舎料理をそのままですね、お皿に乗せて、リストランテで提供していて、ミシュランの星も獲得して、まあ、すごい覚悟がある方だなと途中から思いましたね。で、なおかつすごい温かい方で、お母さんみたいな人で毎日まかないをシェフが作ってくれるんですね。で、この頃になると僕もちょっと調理場での料理の言葉を少しできるようになってきてたので、まあバレリアシェフも毎日メニュー考えるの大変なんだ、なので料理ちょっとあなた何食べたいの、何作ってほしいのって聞いてきてくれるんで、僕も調子に乗ってですね、これはチャンスだと思って、いろいろこう本屋さんでそのマレーマンの料理っていうのを見てですね、でこれ作ってくれ、あれ作ってくれって、で大体作ってくれたんですね。で、その時のその料理は今でもこうやはり大切な料理としているので、まあ2階の店で提供しているというところです。バンティ。
でこれがまずあのそこのレッスンで出していたアクアコッタ、まあ、あのズッパというものにイタリアにいる間すごく惹かれまして、そのうちの一つなんですが、これも野菜と卵、パンとチーズ、非常に素朴ですけど魅力のある料理の一つでした。もう一つ、ほうれん草とリコッタのニューディ、これはニョッキです。でリコッタ団子みたいなニョッキで、大量のリコッタにほうれん草のピューレと卵を少しで包んだ素朴な料理ですから、これも実はそのミシュラン2つ星のダッカイにそのまま、お出ししていた、料理です。僕も実際作っていたんですけど、ね、でこれは今では今ではあのうちでは2階の店で、トスカーナ料理としてご用意しているんですが、この料理についてちょっとお話しさせていただきたいんですが、ここで働いている間にですね、ちょっと午後の時間に、シェフのバレリアさんと車に乗って買い物に行ったことがあるんですね。で、まあ、2人でこう車の中で話しているときに、バレリアシェフが、外を見ながらですね、ここ何にもないでしょうと、田舎でしょうと。で、すごい貧しかったところなのよと。で、みんな羊飼いが多かったんだけど、チーズなんかは、貧しかったから外に全部売ってて、私たちはその残った副産物のリコッタしか食べられなかったのね。でもリコッタってすごい美味しいでしょ。で、ニューディ、この料理はそれで、残り続けてきた料理だ、それであった料理なのよっていうのを教えてもらえてですね、まあ、もう非常にこういいストーリーだなと思ってですね、これも見た目の華やかさ全くないんですけども、日本でご紹介したい料理だなというふうに当時思って今につながっております。アバンティ。他にはですね、エミリアロマーニャでも働きまして、エミリアロマーニャというところは非常に人が明るいところで、もうたくさん友達ができました。毎晩のように飲み行ったりとかもしたんですけども。で、時には家に呼んでいただいて、お父さんとお母さんが家庭料理を振る舞ってくれて、これが本当に美味しくて、またそういった料理の楽しさっていうのもあるんだなっていうのが非常に勉強にもなったところです。頑張って。で27歳で帰国しまして、青山のリストランタカーチェで、ね、働かせていただいて、でただちょっとそのあまり長く勤めずに、地元祖師谷でお店を開くことになったんですね。で、なぜかというと、まあちょっとお話をいただいたというのもあるんですけれども、僕はやっぱりイタリアで見てきたのが地方にある名店だったので、都心というよりはやはり地元というか、みんな自分の家でレストランを経営されていて、でそれがすごく豊かな雰囲気があって、でそこにお客様が料理を求めてやってきてたという形がすごく素敵だなと思って、自分も絶対そうしたいと思って、僕が生まれたのは祖師ヶ谷なので祖師ヶ谷でお店を開きました。ただそこにはですね、経営という僕の中にそれが2文字が全くないで始めたので、まあいろいろと人には言えない苦労がありました。アバンティ。でお店の名前のフィオッキなんですけれども、まあ店名を、まあ、急遽考えることになりまして、まあ、準備もさほどなかったので、まあ、イタリアでフィオッキの雪の結晶というのが、まあ、完璧であるということで、フィオッキとも言われてまして、であとはワルテルシェフが、フリッポのワルテルシェフが小さなニョッキ、いろんな食材を加えて、作っていて、小雪が降ってるようだからと言って、フィオッキと名付けていたりしたので、ちょっとこう、覚えやすい名前というか、これもいいかなというところで、付けた名前です。頑張って。これは、当時28歳の時にお店を開いた初日の写真です。奥にいるのが長本さんですね。やはり初日はレセプションとして長本さんが来ていただいて。で奥に黒板などかけてありますけれども、最初はリストランテをやる資金も全くなかったので、カジュアルなお店からのスタートでした。でまあ、家族、まあ、うちの両親なども手伝ってくれたりして、あとは、まあ、ちょっとお手伝ってくれる仲間がいたりして、始めたお店でございます。アバンティ。で、今20年経つんですけれども、その間に、
今回で2回の大改装ありまして、で料理もどん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 とリストランテの方にシフトしていきました。というのもやはり最初のドラーダ、次のフリッポ、そしてバカイーノと非常にリストランテの素晴らしさ、居心地の良さ、そういったものを味わえたので、どうしても自分はそっちの方にシフトしていったという形なんですけれども、でここでちょっとリストランテの料理を、まあ、料理人ですのでリストランテの料理ってどういうものかなということをちょっとお話しさせていただきたいんですが、リストランテの料理というのは僕が考えているのは、たくさんの要素を構成をですね、コンパクトにまとめたのがリストランテの料理だと思っております。でそれは単に調理法、たくさんの要素というのは調理法というわけだけではなくて、素材が持っている背景ですとか、まあ、そこにあった風景ですとか、まあ、いろいろなですね、調理法以外にもいろいろなものを詰め込んで、一皿にまとめ上げるというのがリストランテの料理じゃないのかなというふうに思っております。まあ、そこにメッセージ性というものが生まれてくるんだと思うんですが、でこの一皿は、真ん中の白いのが、ビアンコマンジャーレ、ヤギのミルクのビアンコマンジャーレです。リストランテフリッポで、ピエモンテの山奥のレッスンで作っていた一品なんですけれども、ヤギのミルクが非常に多かったですね。で、日本では岡山県にあるルーラルカプリ農場というところのヤギのミルクが手に入りますので、そのミルクを使って作っているんですが、一緒に添えているものが、その先ほどバルドハの谷ですね、山の中の渓谷のところの写真がありましたが、あそこ、まあ、川がずっとリストランテフリッポまで流れてくるんですが、そこのほとりでですね、よくベリーなどなっていたのでつまんで食べたりぼーっとしたりしてたんですけれども、で、まあ、木の実があったりとか、まあ、上流の方なので石がゴロゴロしていたりとか、まあ、そういったことをですね、ちょっとその風景をイメージして、盛り付けをしたりテイストを加えたりしたデザートです。アバンティ。もう一つ、これは、その渓谷があったので、リストランテフリッポでは川魚料理が非常に多くありました。でそこでやっぱり川魚料理というものにすごく興味が出まして、で共同そこの地方の料理の本を見てみると、これワルテン氏が書いている本ですけれども、マスとパンチェッタのサラダというのがありまして、まあ、これは郷土料理だったので、割としっかりとこうパンチェッタも鮭も火を入れる、マスもですね、火を入れる料理だったんですけども、これをですね、長野県の宮田村の、宮田村というところは中央アルプスの中でですね、非常にこうフリッポがあった山の中の谷と似ているところでして、でそこで丁寧に育てられた、これは信州サーモンというか、マスのような繊細なもの、サーモンなんですけど、でこれを、まあ、しっとりと低温で火を入れて、パンチェッタ、もまあ、そのような感じですね、サーモン巻いてご用意しています。でここはリストランテフリッポは山のふもと、またそこから先はすごく標高が高いところということで、オリーブが育たない標高のところだったんですね。なのでシェフもシェフのおじいちゃんからもよくオリーブオイルはなかったんだよと、で昔はクルミオイルをほとんど使ってたんだということをよく聞きまして、でクルミオイルを非常にそのフリッポでも料理に取り入れていたんですね。なのでこれも自家製のマヨネーズソースにクルミオイルを加えたソース一品であります。まあ、リストランテの料理というのはこういうふうにいろいろなもので構成されていて、そこにストーリーがあり、またコースの流れの中でいろいろなものを感じて楽しんでいただく流れも大切なのかなというふうに思っております。アバンティ。でですね、ただリストランテを続けているとトスカーナの料理とか、またそこで家庭料理というものができなくなってくるんですね。また料理人としても塊で肉を焼きたいとか、そういったことがなかなかちょっとリストランテをやってると難しくなる。でやはり先ほどのニューディーですとか、リコッタ団子のニョッキですね、ああいったものが作れないのが非常に寂しくてですね、でトラットリアの料理というのはやはりみんなが楽しめる料理で、それはやはりずっと長く伝わってきた郷土料理にあると私は思うんですが、トテの2階、フィオッキの2階に、物件が空いたので7年前にそこで、トラットリアを開きました。で名前はズッペリア、ズッペリアというのは僕が作った造語でスープ屋さん、
これはイタリアにいる間にまさにズッパリ引かれたので。で、こう、ズッペリア、オステリア、ピティリアーノというんですが、ピティリアーノというのが、南トスカーナの僕が研修、働いていたラカイーノというお店があった隣町の町の名前なんですね。アバンティ。で、これが2階のお店の店内なんですけれども、壁にですね、ちょっとそのピティリアーノの外観というか、まあ、線にバーッと書いたんですけど、ね、まあ、それをデザイナーの方が真鍮で打ってくれて壁にはめ込んでくださったんですけど、で、まあ、リストランテとやっぱり対照的に楽しんでいただきたいなと思いまして、そちらの方々に気軽に来てくださるんです、ということでテーブルクロスも引かずにですね、こういったお店を、やっております。アバンティ、でこれがその実際のピティリアムの、村の町のなんですけれども、これがもう本当にすごい町でですね、急にこの断崖絶壁の向こうにある中世の町並みが突然現れるんですよ。もう鳥肌立ちまして、でもう町の中も本当にタイムスリップしたような、中世の頃にタイムスリップしたような町の中で、でもう休みの日はしょっちゅう行ってて大好きな町だったので、まあ、この町の名前を店名にして、教わったトスカーナの田舎料理を提供しているというところです。で、やはりですね、絶対肉の塊は炭で焼きたかったっていうのが、まあ、料理人としてありまして、そんなようなものをやったりとか、まあ、これはその焼いた肉、それから、一人ではちょっと多い、もう二人ぐらいで食べないというような、無骨な郷土料理も、作らせていただいてます。まあ、その方が、不要期はですね、リストランテであって、お祝い事などで、まあ、高齢の方もいらっしゃいますし、まあ、そういった料理になってくるんですけれども、ここはもう、お腹いっぱいになっていただく覚悟を持ってですね、来ていただくようなお店として、経営しております。まあ、やっている側も非常に楽しくさせていただいております。まあ、イタリアに出発して、から24年で、現在3店舗を持つようになったんですね。1階にはレストランテのフィオキ、2階には、オステリアピティリアノ、ズッペリアオステリアピティリアノ。で、ちょっと昨年の秋に、販売店としまして、ラ・ポルタ・デ・フィオキというものを作りました。ラポルタというのが、まあ、ポルタというのが扉というイタリア語言葉ですが、入り口という意味もあって、でテイクアウトのことをポルタビアというので、まあ、ちょっとその名前にしてます。で、まあ、やはりですね、ちょっと今こうやってズームでお話しさせていただいているので、この話は切っては切れないことだと思うんですが、コロナウイルス拡大問題、出ました。で、去年の春ですね、だん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 と感染者が増えてき、日本でも増えてきて、これはまずいぞという世の中になりまして、だんだんとキャンセルがあったんですが、住宅街ですので、まあ、なんとかお客さんいらっしゃっていただいたんですが、小池都知事の、要請で一気にキャンセルが出まして、もうほとんど予約なくなってしまったんです、ね。まあ、あの時思ったのが、まず最初はレストラン続けていけるのかなというところで、これ震災の時も思ったんですけど、まあ従業員、今6人いますし、みんなもう給料を下げるわけにもいかないし、また自分も困ってるのに自分のところでやってくる仲間を切り捨てることは、それはもう一番できないというか考えたくない。ただやはりやってきたレストランの形というのもそう簡単にはやめたくないと。で、まあ、心の中で路頭にさまようというか、まあ、ちょっとそういった時間だけが流れていくという時がやっぱりありました。で、とにかく自分は小さな小さな組織のトップであり、リーダーであるので、何かしらを決断しなきゃいけないという時に、まあ、最終的にはワルテルさんが言ってくる自分の心の中にあると。いうことから探していったんですけれども、ちょっとテイクアウトという形で動き出しました。まあ、全部キャンセルになって、
で、まあみんなに、もうレストラン一回やめようと。で、ここで我々ができるものをパック詰めして、できるものでいいから、販売しようと。やるだけやってみようと。で、ダメならまた考えようということで、テイクアウトをスタートしたんですが、まあやったことないことなので、パックの仕入れからですね、まあやってみて分かったんですけども、何もかもが大きくないとできない。そのポットですとか容器ですね、バットですとか、今までレストランではちょっとちょっと仕込んでたんですね。で、そこでパンなんかも特に気づいたんですけども、パン屋さんは大きくないとできない。中途半端でできないと思ってますね。やっぱり今までレストランではパンを2、3個しか焼いてなかったんです。でも販売となると、もうその何十倍も焼くとなると、それなりの機材やいろいろ必要になってくるんです。で、いろいろとこの時に、テイクアウトをやってみてですね、自分の想像以上にびっくりするぐらいにお客様が来ていただいたんですね。まあ、これはですね、本当に皆さん、ご支援で来ていただいているというのをすごく感じてですね、まあこれ時ほど住宅街で長くやってきてよかったなと思ったことはないんですが、でそれと同時に、イタリア料理の楽しさの分母を広げられるんじゃないかと思った時でもありました。アバンティ、まあ、そんなこんなでってですね、まあ、以前から住宅街でレストランテでずっとお客さん待ってるだけではちょっと厳しいな、この先っていうのはずっと思っていたので、1階のフィアピと2階のズッペリアを作っていただいたデザイナーさんに2年ぐらい前から相談して、なんとなくテイクアウトのお店をやりたいんですけどみたいな図面も引いてもらったりしたんですけども、やはりその一連の流れ、コロナウイルスの問題がテイクアウトに切り替えてやった時の皆様のお客様のご支援の気持ちなどを、体感しましてですね、まあ、これはもうお店の前を改装して、まあ、ちょっとリスランドの方もカウンターを作ったりしてですね、ここは今やる時だなと、まあ、これもやはりワルテルさんの一言がすごく蘇ってきたんですけれども、まあ、自分もそう思ったことをやってみようということで始めました。で、ラポルタルティフィオッキができたというわけです。ワンキー、これは今のフィオッキの内装です。まあ、アーチはやはりそのままにしました。レンガのアーチは。で、カウンターを設けてですね、まあ、同じくコース料理を提供しているんですけれども、うん、そういった、まあ、させていただいた一部食材のことですとか、料理の背景などをお話しさせていながら、お客様の表情などを伺いながらお仕事させていただいています。非常に今は改装してよかったなと思っております。アバンティ。これは、店頭のその販売店のポルタディフィオッキのショーケースの中ですね、まあ、実際にどんなものを販売しているかというとですね、まあ、リストランテで使っている生ハムですとか、サラミ、それから中段にはお惣菜類、これはですね、あまりイタリアの郷土料理をパック詰めしているんですが、まあ、皆様に馴染みがいいものというか、トリッパのトマト煮ですとか、玉ねぎのお盆焼きとか、あまりジビエとかここでは使わずにですね、そういったものを提供する、販売させていただいております。あとは焼き菓子類ですね、タルトですとか、カンノーリとか、そういったイタリア全土のもので、たくさんの方が楽しいと思っていただけるようなものをチョイスしてやっております。で、あとはパンです。やはり子供の頃にパン屋になりたかったという思いが、ちょっとここで爆発してしまいましてですね、イタリアの郷土パンを6種類ぐらい毎日、せっせこと焼いて販売しております。アバンティ。で、そんな中で、まあ3年ぐらい前から取り掛かっているパネットーネなんですけど、やっております。で、このパネットーネ、まあ最初は簡単に作れると思ったんですけど、ね、やってみたらすごく難しくて、でもこのあと水とイースト、まあ、発酵でやってるとですね、ちょっと料理人の心くすぐられましてですね、まあ、失敗を繰り返し繰り返しでここまで来てますが、まあ、いいものが最近は作れるようになってきまして販売させていただいております。アバンティ。それと同時に、店頭販売だけではなくて、セットにしてですね、
イタリア料理のようなものを配送させていただいております。これはデザートの詰め合わせでございます。アバンティ、最後になりますが、これはうちのスタッフたちの写真です。まあ、20周年を機にちょっとプロのカメラマンに撮っていただいて、ちょっとお店に飾ってるんですけれども、まあ、僕にとってはですね、スタッフがやっぱり一番の宝でして、僕一人では何もできないんですね。それを形にしてくれてるのが、現スタッフたちです。で、私もお店を始めて20年、48歳になりましたが、まだまだちょっとやりたいことがあって、例えば、2階のズッペリアは、トラットリアといえど、ちょっともう大人カジュアルのようなお店なので、もっともっとですね、立ち飲みバルみたいなことをやってみたいなと思いますし、イタリアは田舎に行くと朝食なども素晴らしいので、ちょっとそういったご提案というか、イタリア料理っていろいろ楽しい表現があるので、まだまだやっていきたい。その中にこのスタッフたちがいてくれると、どんどんまた前に進めるのかなというふうに思っております。なので、ちょっとカメラマンさんに頼んで写真撮ってもらいます。そんなこんなでですね、もう一枚ありましたっけ。待って。これで終わりでしたっけね。今現在に至るわけなんですけれども、僕も、これはですね、コロナウイルスの問題がちょっとこう落ち着いたらですね、すみません、日取りがまだわからないので、ただ食事会を今日お話しさせていただいたお料理、まあ、マスのお料理とか、スーパーバルベッタ、グリシーのズッペッタですね、あと子羊のわらじ積みなんかは、ちょっとご用意させていただきたいんですが、お食事会やりますので、ぜひ、いらっしゃってください。はい、どうもちょっと長くなりましたが、ご清聴どうもありがとうございました。はい、堀川シェフありがとうございました。ありがとうございましたもうね、ずっと今日ドキドキしてたの本番で割とスムーズに話してらっしゃいましたよね。大丈夫でしたか。はい、なんか声がずっと硬いなって感じもしたけれども、お約束の時間っていうのが、10時までなので、あと13分になっちゃいます。で、すいません、その間に、ママのイタリア食堂の、ウェブセミナリオのお話をちょっとさせてください。2月なんですけれども、昨日やりましたマリーナ、なんか皆さんすごく喜んでくださって、食材と料理シリーズというのをやります。テーマはカカオ。バレンタインデーの前にちょっとカカオがイタリアの中にどういうふうにして広まっているかっていうお話とデモンストレーションしてくださいます。そして、2月のセミナーリオパスタシリーズの方がドゥーロ小麦と水、郷土料理シリーズフィレンツェとトスカーナ、これがね今から頭いっぱいなんですけど、その前にあさってにあるロンバルディアでもうちょっと頭がいっぱいになってまして、ロンバルディアもまたすごいとこです。面白いです。はい、実はね、日本イタリア料理協会からね、イタリア料理検定やってくださいとかって言われて、で流れて、もう一回言われて流れて、でここでお話をしているようなことをいつかできることがあったらベースにしようと思っております。無料トークライブ大人の読み聞かせ、2月になりますと、トスカーナなので、フィレンツェのフィノッキオセルバーティコというお話を朗読したいと思います。そして、次回は、タンタローバの林シェフにお願いすることになっております。僕のイタリア料理武者修行。そして、今日の堀川シェフのはもうすぐに YouTube でアップいたします。で、昨日のマリーナのもこれはオンデマンドでアップできるようにということで、もう金見がさっき作ってくれましたので、そういうふうにやっていきます。ということで、これで、はい、ようやく、皆様とのおしゃべりタイムになりました。